2024年の6月26日水曜日です。2024年の6月26日水曜日。多分水曜日。多分ね、こう、曖昧。多分だと思うよ。多分水曜日。えー、っと、なんて今日言おうとしたっけ とりあえず、おはようございます。なんか考えたのよ。ああわかんない。忘れた。これ忘れた。完全に忘れた。うん。何だったんだろう。忘れた。本当に忘れた。まあ、とにかく、とりあえず、手が震える。 画面が震えてる。両手で持とうえーとね、いい泌尿器かあったら教えてください。昨日の続きね、これ。少しだけ続いてる。ネットでき汚くしてるからだろうって言われて、少し。 カチンってきたそんなわけねえでしょう日のうから3件通ってんだよ日のうから3件行ったんだよ俺が通ったじゃなくて日のうから3件行ったんだよああ思い出した俺銀歯が取れたんだよ銀歯が本当の銀じゃないけど銀色のやつ歯に詰め詰むものが取れ,取れました うん厄介なことになったよ凶悪性障害は重度って言われるし重度の凶悪性障害って言われるしねドクターには肝肉障害も持ってるしうつも持ってるうんもうすぐインスタグラムの録画,録画限界時間が来ます インスタグラム用のサヨナラダロ。片手で持つのがきつい。筆が震える。インスタグラムの人。インスタグラムとフェイスブックの人。じゃあね。ああ。銀歯が取れたんだよ。そしたら黒いんだよ。歯が黒いの。銀歯の隙間に外菌入って、虫歯になってたんだよ。 気づかねえんだよな銀歯つけてんだから早いとこ病院に行かないといけないんだけど予約が取れるか心配だよね予約なかなか取れないんだよねそこ予約がなかなか取れないのようん銀歯が外れるとは思わなかったな いや、外れるものは外れるんだよ。うん、そうそう。そう、もう、外れるとは思わなかったなーって。もう思いついて今喋っただけで、本気にそう思ってるわけじゃないよ。もう。<laughs> 朝から寝ぼけてんだよ。とりあえず、行ってきます。もう時間です。銀歯がね、取れちゃったんだよ。詰め物が。 金属の詰め物が。もう何言ってんかわかんないけど、言ってきます。それじゃあ、バイバイ。もっと、チャンネル登録してくれてないな、君は。して、お願いだから。お願いだからしてよ。励みになるんだよ。あ、ちなみにそれで、 チャンネルトークが生み出した俺ね、YouTuber って言葉が始まる前からしてんのよ、これを。動画投稿は。ユーチューバーって言葉が出る前から。だから、ユーチューバーになろうとしてんのかとか、ユーチューバーになろうとしてるんですかって言われ,言われ,言われて、思ったことが、いや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 、無理っしょ、そんな簡単なもんじゃないっしょ、って。 思ったのよそれにユーチューバーじゃなくて趣味でこれやってるからねって。動画投稿は趣味だからねって。言おうと思ったけど言えなかった。先生だけどね。<laughs> 俺の施設の,施設の先生。ユーチューバーにやろうとしてるんですかって言われたから。のん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 。y o ー t ー b e になろうとしてるんじゃなくて。 俺もともとこれやってましたからって。動画投稿やってましたからって。言いたかった。まるで今始まったみたいに言われたのがちょっとムってきたね。ムーって。怒ったんじゃなくて、なんか違うぞ、この野郎って思ったね。怒ったわけじゃないよ。 違う、違うって。違うよ、違うんだよって。俺、これ YouTube でバーって言葉が出る前からし,してんだよ、これを。思ったんです。じゃあ、そんだけです。それだけです。終わりです。はい。じゃあ、チャンネル登録よろしく。高評価もよろしくお願いします。